地獄のメカニカル練習帳第54巻、その4の第25日目でございます。今日はですね、一応104からスタートして、ちょっとね、途中130とかちょっと無理やり早いテンポでやったり、して最終的に115、目標テンポのね115でやったんですが、いかんせん今日はちょっと調子が悪い日でしたね。で、ちょっと昨日ですね、夜ソロギターの練習をしている時に、フィンガリングの方じゃなくて、ピッキングの方の指にちょっと意識を向けると。そういったことをちょっとしてみたら、なんか割と結構いい感じに、弾けたので、これ、ピック弾きの方にも応用できるんじゃないかなと。ちょっとフィンガリングの方じゃなくて、ピッキングの方に、ちょっと意識を向けて、弾いてみると。そういったのもちょっと今日はですね、意識しながら、やってはいたんですが、いかんせんちょっとですね、まだ、雑、一言で言うと雑な、出来ですね。まだまだ、っていう感じですね。で、まず明日、明後日、月曜日と、3日間はですね、私東京に行きますので、この投稿もまず1回お休み、3日間はお休み。ということになるんですが、まずね、またこちら家に戻ってきてから、再度、しっかりと練習していきたいなと思っております。いやー、ほんとね、ついに明日やっと東京に行きますね。明後日の日曜日にですね、X で仲良くさせてもらってる、マイマイさんの企画で、東京のスタジオで、グレイの曲、やるんですけども、私は、ベースでね、参加させてもらうんですが、ほんとは、お話、マイさんがね、マイマイさんが X で呼びかけてたのが確か6月だったかな、ぐらいだったので、で、ちょうどその頃、私はちょっと X からしばらくちょっと、1ヶ月ぐらいだったかな、離れてた時期で、たまたまですね、本当たまたまちょっと覗いてみたら、そのマイクさんのね、その募集の、投稿を見て、これはぜひ行かないばと思って、連絡取ったら、ベース空いてるってことで、なんとかですね、ベースで参加させてもらうということで、いや、すごく良かったですね。ベース買って良かったなと、いうふうに思います。マイさんもですね、確かにもう2年ぐらいの、ですかね、仲良くさせてもらってから、ツイッター自体からですので、そうですね、2年くらいだったので、もう本当にね、一度お会いしたかった方でもございましたので、やっと明後日念願かなって、マイマイさん他ね、お集まりの皆さんに会えるということで、すごくワクワクしております。あと明日はですね、お茶の水行って、谷口垣さんに、池渋と谷口垣さんに行って、谷口垣さんでいいアコギに出会えたらなというところでですね、もしかすると来週から新しいアコギで練習をしているというかもしれないですね。すごく楽しみですね。はい、お話が結構長くなりましたが、これが115のテンポですね。ほんとね、グダグダというか雑というか、まだまだ修行が足りないというような、感じですね。はい、ということでまた来週頑張りたいと思います。ではまた。